乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反侵略組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には帝国より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコル。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。魔法だまりを目指す。ハゲ、ドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで、俺らでやり遂げる。固まってると目立つか。お前らはここにいる、うん、ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。はあ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでも擁護するのか。いい迷惑だ。アバランチなんて。ああ爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、新羅社員は戦うよ。マコールを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？なもん特にない。ふっ、あんたはどっしり構えてろ。ジャン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 だ。文句はないんだろ。ミッドガルを維持するだけでも相当な。ジーファーはそっちじゃねえだろ。臨時 ID スキャニング中です。どうして？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。
お前ら早く来い。クラウド、そいつらお願い。任せろ。車両ドックシステムを起動し、残念用にこの車両は確認されます。とにかく前の車両に。カット前じゃねえ。前の車両に行け。助かりきれならとっとと行け。クラウド、車両の指示を起動中。まもなくこの車両は確認されます。急げよ。やっ、集中していくのか。ここまで手配アイデンティティア3名を取って。ほら早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は死んだ社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配アイディトリジャー3名の隔離を確認。相当フェーズに戻る。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。あ、駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。行けるか。大丈夫。やけた。お湯来た。沈め。そこ決まった。邪魔だ。行けるか。ここで仕掛ける。いや、終わり。悪いな。ああ、まあいい。くわっ、追い打ちだ。そこ、それ、じらっ。痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。
次に備えろ。うん、分かってる。急ぐぞ。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔法路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔法路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけて。心配はいらねえ。いけるぜ。いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではし
失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。は神羅の犬の絵だ。壁、気にしとく。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に五番魔法炉への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。角度はいい。切り替えよう。その息。切れてしまった。邪魔だ。そこ。ここで仕掛ける。沈め。甘い。どけどけ。行くよ。沈む。今。行くよ。おい、頼む。こいつだ。マコロは青信号の先だぜ。上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。ここで食い止める。ここで仕掛ける。行けるか。行くよ。邪魔だ。
あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。敵じゃない。私たちなら余裕。やっと、スタバ終わりだ。負けた。じゃ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 。スターは魔鋼の影響でヤバいことになってる。魔鋼のせい。ああ、シンラのせいだ。あ？あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。じゃあこっち来いよ。考えておこう。片付いたな。涼しい顔しやがって。
犬発見。花の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、いけつかねえ感じがよーく出てるぜ。見て、進路も一応駆除するみたい。やる気は虫以下だ。ったく、なんで俺たちがこんなことなの。どうせまたすぐ湧いてくれ。せっこに終わらせて帰るぞ。どうした？もうすぐやっちゃうか。やっ。沈め。貴様。どうか。よっしゃ。いや。やっ。うわ。止めた。作戦会議だ。場所の確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。うん。ですが、おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガの犬がいるぜ。花の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれは忠犬だ。犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。どこ行く。けど貴様らの行動は全て把握している。こっちだ。おろしや。
死ねる。そこのゲートは通れねえ。階段から行くぞ。すぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進む。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったろ。進めると思うな。どうだよ。だけだ。強気に叩き込む。沈め。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。警備多いね。妙だな。集計スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。
片付いたな。ざまあ見ろだ。行こう。うん。な、こっちだ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハハハハハハハ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。せめえ。大丈夫？おお。一番マコーロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？え？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。